かに感じたんだ。あいつらはケテルじゃないって。なのに、ちくしょう。ねえ君たち、そろそろこんなくだらないゲーム終わらせない？どういう意味です？最初に言ったよね。私たち双子はどちらかが体を乗っ取られたら必ず気づく。だから私たちがケテルなのはありえないって。つまりあなたたちのうちどちらかが乗っ取られてるってことなの。安全のためあなたたちの体を拘束させてもらう。それってすごくいいアイデアだと思う。いる。いや、私の風船からは逃げられない。強化契約なの。絶対にケテルのはずなんだけどな。その通りなの。あと2つ。ここまで来れたやつも久々じゃわい。さて次はどうかの。その塊に飲まれれば骨まで蝕まれ二度と戦えぬ体になる。どうだ、根を上げるか。断る。その脆弱な盾がいつまで持つかの。あれからもう何日目？わからない。ここは時間の流れがあの白い空間と一緒みたいだから。少し邪魔をする。ダート様、あの中はカビ臭くていかん。ルシファーの様子はどう？苦戦しておる。残り2つは特に厳しいからの。あなたの力で強くしてあげればいいのに。それでは勝てぬ。蘇ったケテルにすらな。ケテルが？ルシファーはそれを知っているのですか？まだ知らぬ。知れば飛んで帰ろうとするだろう。そうじゃろ？そういう人です。僕にはもはや転生に対抗する力はない。あやつの力が目覚めるのを期待するしかないのだ。展開に戻ってはいただけないのですね。ストライクワールドという呼び名を聞いたことがあるか？ルシファーが言ってた。天界の外にはここと同じような世界がたくさん存在するって。転生たちによって
ストライクワールドの存在そのものが脅かされている。僕はそれを止める手立てを考えねばならぬ。ルシファーにばかり頼むわけにもいかぬからの。やけに静かですね。この島に残っている全員の退避にはどのくらい時間がかかりますか？まさかこの島を捨てるおつもりですか？最悪の事態も考えに入れておかねばなりません。悔しいです。何もできないまま時間だけが過ぎて。カブ君は僕と君のどちらかがケテルだと思うか？思いませんよ、そんなこと。よくも騙したな！何事です？こいつメタお姉ちゃんじゃない！そうやって怒ってみせるのは自分が疑われないようにするためなの。そうなの。見分けがつくか、カブ君。どっちも本物にしか。メタお姉ちゃんを返せ！待て！オード！はい！僕は西側を、カブ君は東側を頼む。わかりました。見た、あの反応。これで誰がケテルかはっきりした。いる、今ので分かったでいるか？急ごう、メタお姉ちゃん。裏から回るよ。答えを教えるでいる。静かにするにゃ。そうだよ、敵に気づかれたらどこすんのさ。今のうちに剣を回収する。しまった。まさかこれもケテルの仕業なの？完全にロックされてる。いる。いい、やっぱりあなただったのね。集中せよ。静かに讃える水のごとく。妙な技を使いよるな。なるほど、お主を支えるのは友への思いというわけか。よかろう、ならばこれを見なさい。天界は今ケテルの脅威にさらされている。選択するがよい。ここに残るか、友を救うか、全てはお主次第だ。終わりにしましょう。